また会いに来てくれてありがとうございます。茨城市子ども若者支援地域協議会のイメージキャラクターいちごちゃんです。今回から2回にわたって各状態に応じた心の持ち方対応として子どもへの関わり方についてお伝えしていきます。子どもの本音本心を知りたいと思う保護者の方は多いでしょう。悩みを聞いた上で何とかしてあげたい、子供を愛する親として人生の先輩として受け止め方乗り越え方を教えてあげたいという気持ちはよくわかります。まだ状態がそれほど悪化していない場合は有効な手段かもしれませんが、それでも保護者の方からちょっといいと話し合いを持ちかけることはほとんどの場合さらなる状態の悪化を招いてしまうことが多いのです。なぜなら本音本心を知ろうとするのは本人のためではなく、一日でも早く不登校や引きこもりをやめさせたいこちらの都合だからです。そして大抵の場合話し合いは尋問になりがちです。4-3昼夜逆転でもお伝えしましたが、一人苦しんでいるお子さんのさらなる状態悪化を防ぐには、何時に起きてきても顔や声に不快感を出すことなく、おはよう、何か食べるなど普段通りの声かけをしてあげることが大切です。我が子が不登校や引きこもり状態になると、家の中が非常事態のようになったと感じる方も多いと思います。家庭内の緊張状態が本人のさらなる状態悪化につながらないようにすることを優先しましょう。この動画は以上で終了です。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。